蔵を演じまましした東出と申しますあの先ほど田中玲奈さんがなぜこういう映画が今まで作られてこなかったのかとおっしゃっていましたがこの企画のお話をいただいた時にやはりプロデューサーの新井春彦さんがハリウッドだったら3回4回もしこれだけの規模の,あの事件があったら3回4回リメイクされててもおかしくない題材なのに日本人はそういうのを取り扱ってこないなかなか作れないとおっしゃっていました。 やはり日本の大手の配給会社でしたりテレビ局でしたりっていうところが出資するものでこのようなその差別の問題でしたり国の問題でしたりやっぱりそのまあ同調圧力とかそういうものは描ききれないのかもしれないんですけれども楽しいエンターテインメントだけではなく負の遺産というかそういうものもなぜ 起きてしまったんだろうと考え続けながら物語として紡いでいくというのも映画人の大事な仕事かなと思いますので、今後ともそういう仕事に携われればと思います。本日はお越しくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。今日回収いたします。すいません、ご自身で持ってきていただいてありがとうございます。 端まで大丈夫でしょうかはいお願いします